なんかね、体勢っていうかなんか こんばんは。今日も寒いね。でも一昨日とかよりはマシじゃない？まだね。三つ編み。そう、さっきね、生写真撮ってた。セルフ生写真さっき撮ってて、そう、それでメイクしました。こんばんは、こんばんは。で、7時20分に、ランは今日またドライゴのギルドバトルあるんで、まあギルドバトルまでとりあえず配信しようかな。ロラン、ハロー。今日雪降ってたからさ、今日雪降ってたん？こんばんは、こんばんは。ララン、ハロー。インドネシア？インドネシアから見てくれてる人ちょこちょこおるよね。ありがとうございます。イェイ。Thank you。 こんばんは、こんばんは。メイクバッチリ。でも今日またね、まつげやってないですよ。目はね。ロラン、ハロー。星ありがとう。神ありがとうございます。推し、なんだっけ、推し始めキャンペーン、なおです。メンバー個人ファンクラブ、順次開設。順次なん？あれってエリーさんだけが開設するんじゃないの？そんな話聞いてないよ。普通に事務所入ってるメンバーとかじゃないとそういうのってできないんじゃないの？知らないけど。神ありがとう。神。ロラン、JKT48 知ってますか？もちろん。もちろん知ってますよ。みんなほんと情報早いね。ランより情報早いの。どうして？そうなの？普通にエリーさんが解説するんやって思っててんけど。全員なの？その他のメンバーもって書かれてたけど。へえ。マジで知らん。から、何にも言えない。多分ラン関係ないと思う。神ありがとう。36人って、え？ どういう人選？選抜とかじゃなくて？ 36 人は何の36人なの？事務所面とか、でも事務所面そんないないよね。何チョイスなんだろうか。へえ。こんばんは、こんばんは。何名すぎて気になるね。事務所所属メンバーと選抜とか。ああ、確かに。ならなんか36行ってもおかしくなさそう。とりあえず、ランは個人ファンクラブはないです。残念ながら。ロラン、ハロー。全員、でもさ、でも36でも結構多くない？それ、大変だね。なんか手回るんかな？そんな人数の個人のファンクラブ。こんばんは。まあだから、でも事務所所属メンバープラス選抜説は実はありえるんじゃない？ならなんか、ぽくない？人数感。こんばんは、こんばんは。まあ、とりあえずランはちょっと知らないんで、ちょっと聞かれても何も
返事はできません。知りな、知ら、知りません。まあ、こんばんは。ロラン、ハロー。三つ編み、三つ編みしてみた。セルフ生写真締め切りが今日までやって焦って思い出して撮りました。これじゃ、これでは撮ってないけど、ネイル、もうさ、生誕祭もこのネイルで行こうと思ってるもん。生誕、自分の生誕の時さ、もっとゴリゴリみたいな、いつものキラキラネイルしようかなって思ったんやけど、多分生誕までに多分別にそんな伸びひん気がしちゃってってんさ。ハロー。ハロー。てか普通にもう高いからやだ。もう世の中高くてね、やだ本当に。三つ編みって時間かかるのって、いや、なんなら一番楽じゃない？だって普通に巻き下ろしとかやったら全部の髪の毛巻かなあかんから、三つ編みやったら朝起き、まあこの先っちょの髪の毛はちょっと巻いたりしなあかんけど、ここはこの何もアイロン通さなくても三つ編みしちゃえばとりあえず大丈夫やから、なんならボサボサの時とかなんなら三つ編みするかも逆に。ハロー、ハロー。いやだからほんまにマジでもうね、お金使わない、使、あ、もうお金を貯めたいならもうね、家から出ないがベストなんだよね。家が出ちゃったらもうね、どう頑張ってもお金かかっちゃうからさ。あ、かわいい、ラブ、かわいい。なんかコンサートで振るやつみたい。紙のやつ。ヤローさんありがとう、ラブ。紙と G、ジジ。ありがとう。パジャマ。あ、そう、まあでもネイル何もしないのはさすがに寂しいからなんかはするけど、今のもこれもあのいつもより安いコースでやった。ああ、ハローラン、ヤッホー。かわいい子発見です。絵文字がすごいいっぱいある。イエイ。ショールーム視聴を日課にするとお金が減らない。え、どういうこと？どういうこと？ショールーム見てたら日が一日経つからどっか行かなくて済むってこと？ネモースの三輪車すごかったねって、ありがとうございます。皆さんネモースは見たかしら。いや、ネモースやらの、やっぱね、え、うん、そうね、ちょっとスポーツはそれなりにやっぱできるのかもとか思っちゃう、三輪車のあの乗りこなし。ラナ、ハロー、こんばんは。パジャマかわいいでしょ、ピンクと白、白じゃないか、ピンクと、いやでも白か、ここはピンクと白。
こんばんは、こんばんは。え、モースもモーリーさん、え、モーリーさん見てないの？モーリーさんもう見れなくない？え、モーリーさんってどのモーリーさん？昨日のやつとかはランは出てないよけど、一輪車、一輪車はあの普通に小学生の時に練習してそれなりには乗りこなしましたよ。あの何も持たずに一輪車乗る時って大体さ、ちょっとどっか壁に捕まったりとかしてさ乗ったりするやん、乗り始めはね。いいけど、あの今は絶対できんけど、あの何も持たずにノータッチでもう一輪車に乗ってこいでみたいな、で家の周り一周するとかはできるぐらいになった。こんばんは、こんばんは。録画してる、あ、録画はしてるのね。え、ね、モーリーさんってどの回、もしかしてお料理選抜の最終回見てないの？だとしたらもう今日見ろだとしたらもうね、今日日付変わるまでね見なさい。こんばんは、こんばんは。よく話ついてこれるね。それは分からん、どの根の回のことか分からんけど、まあこんばんは。あ、竹山もねうちにあったから。でもね、竹山はね、あのなんかそこまでハマらんかってんな、シンプルに。竹山はなんかそんなにハマんなかったからそんなにはやらんかったけど、でも普通にあの全然うまくないけど乗ることはできるぐらいやった。竹馬はね。あとはあのホッピングやっけ、あのジャンプするやつとかありましたね。やだ、なんか止まってる。なんやねん。なんかめっちゃ止まってんけど、ムカついた。何？戻った？なんかめっちゃ止まってんけど、ムカつく。普通に止まっていじってる間、ムカつくとか言っちゃってた、ずっとなんやねん、ループ死ぬ、関西すぎやろまあこんばんは。いやマジで一回ちょっとみんなもさ、一回配信者になってこのあの止まるっていうやつやってみてほしい。マジでムカつくから、一回なんか止まるの。一回だけ聞こえた、ほんと？そう、ちょっと思わずってかも、でムカつくとかじゃないけど、普通にああムカつくなーっていうぐらいのムカつき具合気分よく喋ってんのにこの配信が止まるっていうのね、これやっぱね何回されてもムカついちゃうんだよね。いやマジでこれ多分まあ見てる側も多分止まってるのはまあ快適ではないと思うねんけど、ちょっとマジで一回みんなに体験してみてほしい。いや分からん、もう超穏やかな人やったらムカつくとかはないかもしらんけど、ランは別に超穏やかな人間ではないから、なんか普通にあムカつくってなる。痛い、ま、見た今ここ書こうって思ったらなんか目開けたままやっちゃって、眼球触っちゃった今、痛い。ロラン、ハロー。誰も見ないからしません。じゃあランがちょっと視聴者やるから、ちょっと一回やってほしい。もうね、どんぐらいムカつくかっていうね。まあ多分これ自分が悪いんやけどね、分からんけど。1636日、イエーイ。カラオケ配信してほしい。ちょっと今は無理、ごめんね。ちょ、充電してるからさ携帯。
そう、カラオケってイヤホン刺さなあかんから、ちょっと今はね、もう物理的に無理やわ。ごめんなさいね。こんばんは。こんばんは。配信用の端末を配布してくれたらいいのにねって。ああ、でも多分ね、顔一緒やと思う。そんな、なんか多分もう電波のあれなのかね。だって別に月始めとか関係なく、ね、うん、月末とか関係なく全然止まるから、割と毎日レベルで。もう多分ね、端末が違ったところでもうそんな、だってこれ、え、配信止まるのってさ、ラナキじゃないよね、あんまり。え、結構みんな止まったりせん、一瞬暗くなったりさ、ループしたり、割とみんなするくない？からもうね、しゃあないよね。ラナ、ハロー。あ、ラン多いの？でももうちょっとどうしようもできない。じゃあ誰かがもう携帯買って新しいの。本当にもうね、ちょっと無理。まわまわ、やっとリアルタイムで見れた。え、いつも見えなかったんですか？よかった、それは。え、てかこれ多分マジで、ちなみにみんなに聞きたいねんけどさ、みんな You Like って知ってる？さすがに知らんかな。多分これ今から話すことは多分誰もわかんない話しちゃうねんけど、でもあの昨日からマジでこれもムカついてる話していい？ムカついてるっていうか、なんかもう、あ、なんでっていう、シンプルなんでっていう話なんやけど、知ってる？そう、自撮りアプリで、まあ、基本メンバーとかが使ってるアプリなんですけど、You Like っていうアプリがありまして、それがね、あの、課金してるんですよ。なんか、あの、フィルターと、あの、色？フィルターとか、あの、あとね、なんかね、ちょっと、あの、元々撮った写真からプラスで、なんか、ちょっとこうリップつけ足せたりとか、なんかこうメイクができたりとか、いろいろまあ、あの、あるんだけど、ならん、あの、VIP 会員っていうか、もう課金してるんですね、割と前から。そう、自分が好きな色のフィルターが、もうあの課金のやつやったから、もう、うん、まあ、別に、これはまあ言うたら仕事道具やし、と思って、もう割と前から課金してるのね。で、なんか1ヶ月と半年と1年みたいなのがあって、なんかどうせ使うからって思っても、前からはもう1年のやつでずっと課金してるんですよ。で、なんか継続みたいなんでやってるはずやのに、なんかね、なんかこないだも1回なって、なんかこないだも1回ね、なんかもう、あの、てかその期限切れてもないのに、あの、なんか使われへんくなってアプリが。で、なんかあの全くその VIP のやつを使わずに写真撮ろうと思ったら撮れるんやけど、あの VIP でしか、 VIP 会員でしか使われへん、なんかフィルターとかなんか加工とかつけた状態で写真撮ったら、もう、てか写真が撮られんくなって、この間も一回なってん、はっと思って、で、なんかいろいろ触ってた。この間は直せたんやけど、昨日またなって、おい、またと思ってさ、もう腰たらさ、もうさ、あれでさ、こう、日々の SNS の写真とかを全部編集するわけよ。だから、ちょっと普通に無理やね。ショールームがバグったと一緒ぐらいさ、結構一大事なんですよ、個人的に。で、あの、だから未だに直ってないね。昨日またなんか使われへんくなって。で、なんか、あの、で、もう一回、なんかその、この VIP になります。VIP 会員で、なんか購入しますかみたいな。いや、してんねんけど、なんて思いながら。
まあ一応、もう一回払ってもいいかと思って、もう一回押したら、なんか一応払えたっぽくなってんけど、払えたはずやのに、なんかもうすでに会員ですみたいな。いやだから分かってるって思って、もうあなたはすでに VIP 会員ですみたいなで出るねん。だからそうですよみたいな、じゃあ VIP 会員やんなやったら写真撮らせてくださいと思うのに、あなたはもうすでにこれ購入してまして出るくせに写真撮られへんの、意味が分からなくない？もうね、あ、もう全部した、もう触れるやつ全部タッチして全部やってみたのに、もう全然治らない。だから一回アプリ消してもう一回入れ直してやったのに、なんかもうマジで無理で、だから今もう写真撮られへんの、自撮りが。だからさ、今日もこう生写真のさ、今日締め切りやって、え、ちょっと待ってと思って、アプリ潰れてんのにどうやって写真撮ろうって思ったから、今日いつもと違うアプリでさ写真撮ったから、いつもとちょっと違うかも。次発売されるセルフ生写真の顔っていうか、なんか色味とかもろもろ、いやほんまに無理。なんかえみたいな、もうこの間もなってんので、なんか調べてみたんですよ、同じ人おらんかなと思って。ネットでなんかユーライクみたいな、なんかその課金、なんか VIP、 なんか課金、なんか VIP 会員なのになんか使えないみたいな、なんか調べた、なんか同じようなこと言ってる人がおって、じゃあなんかあのなんかね、なんか問い合わせしたけどみたいな、なんか全く返事来ないみたいな、その人は言ってて、えと思って。そうやねんな、本当にさ。でもこれ多分誰かに言っても解決できひんやろなって思ったけど、ちょっとムカついたから言っちゃった。今意味わからんくない？もう払ってんねんけど、あなたはもうすでに VIP 会員ですって、だからそうやってって言ってんのにさ、なんかやのに、なんか写真撮ろうって思ったら、なんか VIP 会員はVIP 会員になるのはこちらみたいな出てくるねん。いやだからなってるって言ってんねんみたいな、マジで意味が分かれへん。ローラハローっていうさ、もう本当にどうしよう、どこに問い合わせたらいいんやろ。アプリの本社とかどこなん？絶対日本じゃないと思うねんけど、なんかこういう系あんま問い合わせとかせえへんからちょっと分かれへんねんけど、せやで、月払いじゃなくて年で買ってるねんけど、意味わからん。だってこの間の時から1年経ってないねんけど、この間になった時からそう。だから今写真撮られへんの。だからインスタとかもさ、あのもういつもね、インスタ上げる写真は全部そのニューライクで色味とか全部調整して、もう決めてるねん、このインスタをこのフィルターの色でやるって全部決めてるからさ、あのまあ編集は終わってるけど、上げてないやつとかはまあ何個かはあるねんけど、でも今から撮ったやつさできひん。いやアプリ一回消して入れ直したから、そのアップデートとかいう問題じゃないねんけど、なんかもう、もうやだ。まあこんばんは。そうだからそれで昨日からね怒ってるねん、ラン。アップデート違う、え、一回消したもん、消して、だからもうアップデートとかも最新にしてるアプリは。iOS みたいな方、いやなんかそれもさ、なんかそっちもさ、なんかアップデートしようと思ったらなんかできひんくてさ、もう本当にもう機械系疎くても、やだ。うちさ周りもさ機械系みんな疎いんよね。めっちゃ機械詳しい友達とか欲しいな。ローランハロー。ダメ元でスマホ押さえけど、あー確かにそれ今だやってないわ。ちょっと配信終わったら一回やってみるか。
そう、本当にもうね、それがやだ。でさ、あさって公演、2回公演あるから、ちょっとあさってまでに直したいねんけど、写真撮られへんから。ハロー、ハロー。空き容量が少なすぎる。え、てか、空き容量とか関係なくない？それに。よし、空き容量はもう割と、ずっと、1年間ぐらい同じ空き容量を頑張って、保ってるねんけど。ちょっと超えてきてやばいと思ったら消してを繰り返して、常にちょっと開けてるようにしてんねんけど、一応そう、ほんとに。よしさ、これってさ、アプリに持っていったからってどうにもなれへんやん。これアプリの問題やから、それが嫌なんだよね。アプリのレビューにも設定変えなきゃいけないって書いてある。え、何それ。え、ユーライクの、え、設定って何？マジ？もうデジタル社会やだ。なんやろ設定って。こんばんは、こんばんは。アプリのサイン、アプリはね一回消しただから、ちょっと再起動はまだ試してないから、ちょっと後でやってみる。多分自分たちなら問題にならないレベルを困ってる様子って、何その上から目線ねえ。それはちょっとムカつく。今の欄にそれはね、ダメですよ。ムカついちゃう、それは。うん。だから何ですかとしか思えません。困ってるんだよ、こっちは。松清さん松清みたいありがとう、ラブ、ありがとう。くまちゃん、ハート、ありがとう。バッテリー充電の最適化がオンになってるとよく落ちる。何バッテリー充電の最適化って。ふん、試しに使ってないアプリ消してみたら、あ、容量開けるってこと。可愛いキラキラしてる画面、ありがとう。こんばんは、こんばんは。ちょっと、機種変したら VIP 使えなくなったってレビューが多かった。え、マジ？え、でもな、機種変してないねんけどな。ちょっとその今、ユーレイクの VIP 使われへんくなった人同士、ちょっと同じ人喋りたい、マジで。機種変してない。もう3年間ずっと同じ携帯使ってるから、機種変してない。課金したのは多分1、2年前やから、機種変してないね。被ってない。なんでだ？ほら、ハロー。いや、マジでな、ちょっとユーライクのさ、VIP 使われへんくなったら、もうちょっとユーライク見捨てるしかないってぐらい VIP ないと困るな、結構。ジランが使ってるフィルターがそもそも VIP のやつやから、ちょっとインスタ投稿できへんくなんねんけど、色味が合わせられへん。助けて。
幽霊が使えないで検索したらまとめたかなサイトがある。あ、マジ？や、同じ人が多いんかな。あ、やっぱ日本じゃないよね本社。いや、マジ困るねんけど、ちょっとどうしよう。結構割と毎日の SNS ライフが途切れるんだけど。同じ不具合の人多い。え、マジ？どうしたらいいの？幽霊く見せてた方がいいレベルで。え、マジ？ちょっとどうしよう。え、無理無理、結構死活問題。ちょっと頑張ってよ、ユーライクさん。ちょっとマジでユーライクないとらん。無理。無理無理無理。TikTok と同じ会社だって。そうなん？ユーライク？ちょっと TikTok に手がいっぱいなんじゃないんですか？ちょっとユーライクも手回してください。お願いします。はい。え、マジピンチ。ちなみにもうツイッターと、まあ、メールに送る写真はもう100歩譲ってユーライクじゃない、ないアプリで撮るにしても、ちょっとインスタだけが困っちゃうな。サポートセンター？ランチョそういうの使ったことないねんな。サポートセンターって何の？携帯のサポートセンターでいいの？携帯のサポートセンターにユーライクが使えないんですって言ってどうにかしてくれるのかな。ロナハロー。いや今まで、いや逆にやね、今までも結構な自撮りアプリ試してきたけど、やっぱ結局ユーライクがいいんですよね。 B6 に、スノーに、なんかビューティーカムとか、あとなんだっけな、いろいろ試したけど、やっぱユーライクがいいんだよな。そうだとかね。まあこんばんは。ちょマジで無理。ちょっと本当に無理なんやけど、どうしよう。ユーライク使われへんくなったら結構無理かも。とかメンバーでさ、ユーライクの VIP 会員の子おらんのかな。ユーライクは割と基本みんな使ってるから、いないのかしら。こないだもね、なったの数ヶ月前に。でその時はなんか一日まるまるなんかいじりまくったらなんか戻ってんけど、その時また一回消したんかなアプリ。じゃあなんかね、その時は戻ったんだけどさ、今回戻らんくて。あ、なんか問い合わせ先ありがとう。ちょっとスクショしとくわね。まあちょっと問い合わせしても返ってこない気もするけど、まあちょっと一応やってみるか。ローラン、ハロー。ローラン、ハロー。てか今日プリン作った。あ、プリン作ったって言っても、マジでお湯と混ぜて固まらしたらできるだけの、めちゃめちゃ簡単なやつやねんけどなんかちょっとお腹すいたなと思って、キッチンのなんか台探ってたらなんか出てきたからちょっとやってみた。
生写真は出してん。もう生写真はもう諦めて、もう違うアプリで撮ったけど。だから次出る生写真は、いやでも多分みんなはね、そんな違い分かんないと思うけど、いつもの自分のユーライクで撮る自分の顔に似るように頑張って他のアプリでやったから、まあそんなに違和感はないと思うけど、ちょっといつもと違うね。シロップ、うん、なんかカラメルソースもなんかついてるやつにした。で牛乳でも、なんか牛乳とか豆乳でも作れるって書いてて、絶対牛乳で作った方が美味しいやんって思ったけど水にした。えら主義。まあこんばんは。もう食べたのって、なんかね量的になんか2個分作れたから1個食べたけど、1個は冷蔵庫入れたまんま。え、何これ、なんかめっちゃ気になってんけど、何この緑何これ、なんかめっちゃ緑なんやけど、てかこれクッション逆じゃね、チャック見えてるこれクッション逆やん。そう、デザート部だよ一応ね。うん、逆だねこれ、絶対どう考えても逆だわ。ローラン、ハロー。ほんまかいなとよく言ったりしますか。ほんまかいな、あーまあ言わんことはないけど、ナチュラルに言うときはほんまかよっていう、なんかちょっと信じられへんこととか言われたりしたら、いやそれほんまかよって言いますね。ほんまかいなはちょっとあんま言わんかも、ナチュラルには。こんばんは、こんばんは。うん、ハロー、イエイ。ちょっと皆さん、今日はね7時17分に教えてください。まあちょっと時はあるねんけど、ちょっと首180度回さな見られへんくて、首回したくないからじゃあみんなが教えて7時17分ね。スマホなきより OS の互換性なんぞや。いや携帯新しくすればねいいって分かってるんですけど、高いから無理もう高いから無理だよ。ドライブはどうなるのかなって、だからドライブをするために一旦ショールーム終わります。ちょっと最近負けがちなんですよね、悲しいわほんま。自分ってもういかにゲームが弱いのかをね思い知らされて悲しい。最近ゲーム耐性なさすぎてね悲しいわ。いや iPhone 高い本当に。まあそれはこんなねいい機能だったらまあそれ高いわなぁとは思うけど、でも高いよアップルさん。
なん。タブレット、携帯電話変えろ。え、ごめん、何？ちょっと日本語が。大森真帆ちゃんと吉橋さん顔が似てませんかって。申し訳ないけど、ちょっとわかんないです。やっぱりカメラは iPhone しか勝たん。いやー、わかる。わかる！でもな、今のさ、携帯ケース結構ボロボロなんですよ。iPhone、3年前に iPhone 買っ、今11 Pro 使ってんねんけど、マジで丸、もう3年以上使ってて、もう iPhone、その11 Pro 買った時に買ったやつのを今逆に使ってて、でも結構ボロボロなんですよ。で、iPhone、そのケースね、新しいの買おうってずっと思ってんねんけど、でもその店舗じゃね、もう11プロマジで売ってないの。本当に、え、この世の中で11プロ使ってる人ってマジでおらんのかなってくらい、ほんまに売ってなくて、11プロだけ見事に。で、まあネットやったら探せば全然あるねんけど、いや、ネットでわざわざ探して買うぐらいやったら、もう携帯新しくするまでもう今のままでいっかとか思って、で、未だに買ってないよね、携帯を。そもそも宝くじ当てたい。最近何の話しても結局ここに落ち着くねんけど、どうしたらいい？あ、嬉しい、11プロ同じ人がおる。11プロってマジで売ってなくない？ケース。え、なんかさ、悲しくなれねんけど。なんか、携帯ケース売ってるとこが、なんか見つけた。一応、チラッと見てみるねんけど、なんか、11はかろうじてあるねんけど、11行ったら、11プロ飛ばされて、で、12行って、でもう、あとはもう13と14ばっかみたいな。11プロだけマジで見事になさすぎて、なんかもう、ね、悲しいよ。うん。iPhone ってそんな高いのって。え、今いくらなんやろ iPhone。調べてないけど、別に。高いよね。十何万ぐらい、十四五万ぐらいすんのかな、単体で。いや別に買われへんことはないねんけど、でもこう今このそのお金を携帯には使いたくないなっていうね、違うことにその分のお金使いたいなっていうさ。それにしても金の欲しさよって。え、お金欲しがりすぎて、ランが。え、だってお金がないと何もできないじゃん、この世の中。ごめん、なんかすごい悲しいこと言っちゃった気がする。でも結局さ、やっぱお金は大事だよ。ローラン、ハロー。まあ、からお金と愛どっちが大事っていう質問もね、なんか意外とお金とか言っちゃうんだよね。お金と思っちゃう。まあどっちも大事ですよ、当たり前どっちも大事なんだけどっていうね。だってちっちゃい時の将来の夢、なんか学校のあれでさ、小学校の時に将来の夢書く時やったけど、お金持ちって書いてたもん、いつも。途中からなんか、いやでも、いや違うな、ダンスやってる時もずっとお金持ちって書いてた、将来の夢書く時。ローラン、ハロー。
だからね、夢はねまだ叶ってないんだよな。行く公園とかにラチがいるから気になる存在になりつつある。ラチだよ。ランちゃんお嬢様だからお金いらないだろうって、何を持ってランのことをお嬢様だと思ってるのか知りたい。何を見てランがお嬢様になったんだ。ハラン、ハロー。あのね、お嬢様だったらね、こんなにね、あの宝くじ当てたいとか言わないから。あー、まあ貧乏だったとは言わないけど、うん、そらこの自分でお金が稼げないときは親にもこういろいろ、そらいろいろお金はかけてもらったりはしたけど、今もう自分で何でもかんでもやんないといけないからさ、ってなるとね、あの全くお嬢様じゃないよ。子供の時は、まあそうだね、お嬢様とかではないけど、でもまあ割とこうなんかやりたいことやらせてもらってたかなとは思うけど、昔はね、今はちょっとね、ちょっともう一人で全部やるからさ、ちょっと無理なんだよ。お金持ちの人と結婚したいって、自分もお金持ちなったらいいけど、自分はお金持ってないのにお金持ちの人と結婚するのはなんかちょっと嫌だな。なんか、いや分からん。今そう思ってるだけでし、なんか分からんけど、なんか、結局なんか自分が下になっちゃいそうで嫌だね。なんか一人でも生きていけるっていうこの自信とこのなんていうのてか、一人でも全然人生楽しめるけど、でもプラスでこの人と結婚したらより人生が楽しいかなとか思えたら結婚も悪くないなとは思いますけど、っていう個人的意見。まあ、結婚とかね、こういう人生観は人それぞれなんでね、ただランはこう思うってだけの話なんですけど、ローラン、ハロー。そうやから、よく結構さ、女の子ってさ、あの将来の夢、主婦、専業主婦のって言ったりする子多いけど、わかんないんだよね。てか、まあそもそも専業主婦やりこなせる自信はないんですけど。そもそもね。まあでも今日はあの洗濯物洗って、洗濯物バクたたみして、まあ洗い物もしてっていう、まあ、あの それなりのちょっとの家事をしましたけど。ローラン、ハロー。上から目線の人は自分も嫌いって、そうだね。
まあ仲良くなりたいなとは思わないよね。プリンメールで見たいな。あ、いいよ、ちょ写真撮ったから、じゃあ送るね、配信終わってギルドバトルが終わったらね。いや洗濯物畳むのね、そんな嫌いじゃないねん。なんかだからちょうどよくて、うちママはね、洗濯物ってさ、回す干す、まあ、畳むあるやん、まあ、まあ元の場所に直すのはあのまあ畳むと同じやとして、まあ3つあってさ、ランは割と畳むのが一番、まあ回すはさ秒やん、まあ回すはさ入れて洗剤内に何々入れてピッて押せばいいから、まあその干すと畳むの2種類に分けたとして、ランは畳む方が好きなんですけど、ママは畳むのがマジで嫌いや、嫌いなんです。だからちょうどいいねっていうね。まあなぜランが、え、ちなみにみんなどっちの方が好き、好きってかどっちの方がまだやる、干すとか畳むとか。まあランはその畳む方がまだ好きなんですけど、そのまあ理由として干すってなったらこう動かなあかんわけよ。だからね、この動画とか見ながらできんねん。やけどあの洗濯物畳むってもうさ、あの座ってランの場合はもう洗濯物ダーって床に出して畳むやつをね、で自分は定位置に座って、で座りながら全部畳んで仕分けるわけだから、同じ場所に座ってできるから、あの動画とか携帯見ながらできるのね、だから好きなの。だからもうなんならその時間楽しいもん、洗濯物超畳む時に YouTube かけて見ながら畳むから、その時間がね楽しいね。洗うのはね一番好きよ、そんなね、洗う担当やったら人生楽勝ですよね。ボタン洗濯機ならね、こう洗うのは手洗いはしんどいけど、まあ、すぐ終わるのは絶対干す方がすぐ終わるねんけど、でもなんか畳むの地味に好き。なんちゃん片足って使わないね。あーこれ方言だ。そうえ、これ東京来た時に中学校転校して、これそうや、なんかこれこの間 MC でも言ってんけど、そう関西ってさ、あの物を片すじゃなくて直すっていうねんの、元の場所に直すっていうの。でも直すってこれ関東やったらこの修理とかの意味しかないんだよね、なんか通じひんのよね。あのそう片すって言わへん、直すって言うから、あのそうやな、あの確かに通じひんかったかも、まあ、ごめんなさい。直すってもあの片すと同じ意味だから、中学校中3で転校してこっち来た時に、あの移動教室で授業の時に、え、なんか、え、これ教科書直してから行くって同じクラスの子に聞いたら、え、どういうことって聞かれて、え、みたいな、え、だからこれ教科書ロッカー直してから行くみたいな聞いたら、え、もしかしても戻すってことみたいな、なんか、え、って片すってことって言われて、方言なんて思って、その時知ってんけど、通じひんでくて知ってんけどさ、直すって言いますね。か洗濯物直すとか全部直すっていう、片すって言わんないね。んだからなんか全部直すっていう、食器直してとか言いますね、自分で食べた食器直しといてやとか、全部そういう洗濯物を畳んで直しといてとか、直すって言いますね。あ、片すが標準語ってわけじゃないの。ゴミを掘るって通じないって聞いた。え、ゴミ掘っといてとかってことやろ。あ、それも違うの。捨てる、ゴミ捨てる。
ゴミなんてやろ。でもゴミほっといてはあんま言わんかも。ゴミ捨てといてって言うかもな、ゴミに関しては。でも全然意味わかるけど、あ、投げるはな、使わないな、大阪は。ハロー、ハロー、こんばんは、こんばんは。ハロー、ハロー。ゴミステーションやば。ムステやん。ドゥルルルルってゴミステやろ。ドゥルルルルル。ごめんなさい。こんばんは、こんばんは。てか、この後のギルドバトルもさ、負ける気がすんねんけど。この間さ、戦ったとこなんだけど、一人だけマジで強くて、本当に一人だけ強かったの。いや、これもうね、なんかさ、根性勝負とかやったらさ、そうそう、なんか気持ちで、そう、わかる、気持ちで負けないでって自分でも思うし、気持ちで勝とうって思えるねんけど、もうね、これゲームはね、もう無理なんだよね。気持ちで勝ってたとしてももう無理なんだよね、ゲームって。残酷なことに。だからね、ちょっと本当に、でもなんかランのギルドはほんまに知ってる人しかおらん。マジでほぼ知ってる人やねんけど、なんかメンバーによってはマジで知らん人しかおらんみたいな言ってる子もおって、そう、だから知らん人っていうか、多分マジの、そもそもドライグやってる人なんや、多分ドライグユーザーの人なんかな。だから多分そういうところの方が強さ的には多分強いんだろうなって思いましたね。こんばんは、こんばんは。そうなんか本当に、なんか一人も知ってる人いないみたいな言ってる子って、メンバーで。マジ？と思って。そうですね。まっ、ゲームはちょっとね、ランはもうちょっと無理なんで、まあでも、でもね、できることはやりましたよ。それなりに自分は、レベルを上げたつもりではある。ローラン、ハローラン。負けたら反省会で呼ばれると書いてたメンバーがいて、マジ？やばいね。すご。そう、だからランのとかほんまに、マジで知ってる人しかおらんから、逆にね。いや、からね、多分マジでみんな分かってないね、ラン込みで。本当にそうなの。お話し会でもみんなって言っててんけど、みんな分からずやってる。
ていうね。いやもう可愛い、一番可愛いと思う。みんな分からずとも毎日こう参加はするっていうね、この、いやありがたいよね。みんな分かんないのにみんなで頑張ろうってしてくれてるのがもうら嬉しい。ほら、ハロー。知ってる人だけどゲーム違う名前でやってるじゃなくて、まあもしかしたらそういう人もおるかもは知らんけど、まあでも、まあ、メンバー名はまあ言わんけど、なんかあのマジでチャットっていうのがあるんですけど、なんかあのチャットであのマジで無視されるって言ってることがおったから、多分ほんまにそうそう、ほんまに多分マジの AKB のファンとかじゃなくて、多分ドライブやってる人なのかな、 ガチめにっていうのが結構あるっぽい。だから強さで言ったら当たり前にそっちが強いんだよね。困ったもんだよこれは。まあまあまあとりあえずね頑張ってきますけど、この後ね、こんばんは、こんばんは。まあもちろんそのほんまにファンの人だけで強いところももちろんあると思うんだけどっていうね。まあ難しいよ。まあとりあえずこの取り組むということに意味があるとは思いたいので、あのはい、みんなで頑張って取り組みたいと思います。メンバーと一緒に戦えるのが楽しいんじゃない？うん、だからもうそう思ってもらえたら嬉しいなと思って、なるべく全部参加するようにしてる。じゃ昨日ちょっとね、あの19時の誰だっけ、時間勘違いしてマジで出られなくて、めっちゃわーってなってんけど、あのうん、今のところそれ以外は全部あのいるようにはしてる。時間大丈夫って、はい大丈夫です。20分からなので17分には終わる、17分にあの終わり始めれば余裕ですね。いやほんと日によってさ時間違うから汗汗。あ、同じ顔文字や。かわいいよなこれ、このテロップのやつ。なんかちょっとかわいくてこれにしてみた。ちょい待ち。